船、宮古墳は、兵庫県朝ごし桑市にある古墳。形状は、前方公園墳。兵庫県指定史跡に指定されている。田島地方では、第2位の規模の古墳で、五世紀後半頃の築造と推定される。兵庫県北部、縁山川砂岩の断球場に築造された古墳である。現在は、前方部に、八幡神社が鎮座する。 1980年に測量調査が1987から1989年度に噴球裾そぶ周囲部の発掘調査が実施されている。噴形は前方五円形で前方部を北方に向ける。噴球は3段築成。噴球長は約91メートルを測り、田島地方では池田古墳に次ぐ第2位の規模になる。 噴球ビレブの左右には作り手を有する。噴球表面では、吹き石や遠藤派庭、継承に庭が認められ、特に花輪を伴う牛刑派庭は、全国的にも珍しい例として注目される。また、噴球周囲には、縦型の集合が巡らされており、集合を含めた全長は、約120メートルに及ぶ。主体部の埋葬施設及び副葬品は明らかでない。この船、 宮古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。被装者は明らかでないが、国造級の豪族の主張母と想定され、特に統治を収めた、ただし千朝国造の船を足に一族との関連を指摘する説がある。一帯は狭い平野であるが、このような大型の古墳が築造された背景として、縁・山川沿いが山陽、山陰地方を結ぶ。 交通路であったことが指摘される。古墳域は1961年に船の宮古墳の名称で兵庫県指定史跡に指定されている。公園部から前方部を望む古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。